皆さんこんにちは、ジャパンサイファイの J です。なんと SF が好きすぎて SF ドラマを作ってしまいました。宇宙艦隊に宇宙戦争、人型機動兵器に人間ドラマ、全てをぶち込んだ夢の SF 鍋を作り上げました。というか絶賛作戦中です。なんてったってジャパンサイファイは SF 解説創作チャンネルですからね。百聞は一見にしかず。それではちょっとだけ予告編を見ていただきましょう。切り札は常に闇に隠しておけ。地球滅亡まで残り120時間。人類は十分に戦った。地球脱出が唯一の選択肢なのだ。まだ希望を捨てるには早い。未来を変えよう。地球軌道上に熱源反応。そう、これは罪人たちへの裁きなのだ。はい、というわけでただいま絶賛制作中ですが、今年の末に前編をこのチャンネルで全話余すことなく配信します。もちろんタダで見れます。ぜひお楽しみに。さて、なぜこんなことをやっているのかというと、単純に宇宙艦隊戦が最高だからですね。最近の SF 作品の中で大規模宇宙艦隊戦を描いた作品は残念ながら多くはありません。数万隻単位で種族の存亡をかけてドンパチし合う、そう、某宇宙戦艦や某銀河の伝説、スターナトレック等々が私の好みなのですが、なかなか宇宙戦争もので完全新規のストーリーは出てこないので、だったら全く新しいものを自分で作ろうと思ったことがきっかけです。また大規模な宇宙艦隊、宇宙戦争ものはどうしても制作の予算がかさんでしまったり、 SF ファン以外の多くの人に見てもらえないという点もあって、なかなか予算のある新しい作品が日本では出てきません。もちろん私個人で作成したところで予算は限られているので、映像作品での表現は難しいのですが、ハイグレードな紙芝居形式の SF ドラマという形でこのチャンネルでの配信を決めました。映像でお伝えできない分は作成したイラストで大艦隊戦やアクションがダイナミックに伝わるように制作しています。さて、今年からスタートする新作滅亡の光の物語は、人類が発展しすぎてしまった時代の物語です。この時代の人類は宇宙へ移住を始めてから300年が経過。当然人類は太陽系の他の惑星へと移住を決定するわけですが、なかなかテラフォーミングがうまくいかない。結局人類には地球しか残されておらず、限られた資源を食い潰して食いつないでいくしかない。そんなある日、月面で全長 9000m の巨大戦艦を発見します。その巨大戦艦の持つ動力、異星機関、水消滅機関という無限のエネルギーをもたらす技術を人類は急に手にしてしまったんですね。もちろんウハウハなわけですが、なんとその使い道を間違ってしまうわけです。人類はこう考えたんです。もし異星人が襲ってきたらどうしよう。そしてその身に不相応な大規模な宇宙艦隊を作り上げた結果、裁きの日が来ます。そう、地球に近づく全長 900km の巨大兵器、通称惑星破壊兵器が地球に接近。35日後に文明が抹消されることを宇宙連邦と呼ばれる組織から一方的に通告されてしまうわけです。さて、大変。人類はこの35日で全ての決断をしなくてはなりません。徹底抗戦か、あるいは地球脱出か、戦いから逃げて家族と時間を過ごすか。ここからは本編を見てのお楽しみということで、さて、ここからは制作の舞台裏を少しだけご紹介しましょう。SF ドラマの制作は長い道のりです。まず、物語の脚本を作成し、一度小説として完成させる必要があります。これだけでも1年以上の時間がかかります。本1冊分、合計260ページ分の脚本を完成させる必要があります。次に、メカのラフ画を作成、CG や手書きで簡易なものを作り、次にプロの SF アーティストにお願いをしてブラッシュアップ、コンセプトアートを作成してもらいます。その次に私が CG モデルを作成し、CG モデルからイラストを大量に作成していくという順番。これがはっちゃめちゃに大変なんですね。さらに、ナレーションや演技も収録する必要があるため、本1冊分を全て朗読するという、もうとんでも労力。で、これをね、本業だとか SF 解説やりながらやるので、2年かかるというわけです。また、外部の絵師様や音楽作成をしてくださる方にいろいろお願いをしたり、動画を編集したり、演出を考えたりで、無限に時間が必要なわけです。一言で言えば、もう超大赤字なんですが、大規模宇宙艦隊戦の新作の SF ドラマを誰もやってくれない。なら、ジャパンサイファイやろうぜということで、意識を失いながら男気マックスで制作を進めております。ちなみに、シーズン2に使用される予定のイラストは、シーズン1の約5倍あります。
大規模戦闘や演出もかなり強化されているのでお楽しみに。さてというわけで気になる配信スケジュールですが、今年はなんとオリジナル SF ドラマを3本このチャンネルで配信します。まず1つ目はブリングダウン、滅亡した地球人類が機械化された紙に挑む短編 SF ドラマ。そして2つ目は今年の夏に配信される滅亡の光シーズン1 The Light in Dust ディレクターズカット版。2021年に一度配信されていますが、今回はディレクターズカット、新規シーンや新規演出を追加したものを夏に配信します。そして12月頃にはその特編滅亡の光シーズン2 The Light in Apocalypse を配信します。もちろん全部このチャンネルで配信するので、皆さんへのお願いは一つ、チャンネル登録だけしてもらえれば見れます。それではこのチャンネルで配信される SF ドラマもお楽しみに。もちろんメジャーな SF 作品の解説も手を抜かずにやっていきますよ。それでは皆さん SF ドラマでお会いしましょう。